カトン四曲、親は堀、ドラが小僧です。結構よく進みますか。どうしてもなんか麻雀はカレーだよ。キムはまたいいじゃないですか、いいじゃないですか、はい、いいじゃないですか。自敗を仕掛けると同じ意味のキムです。キムさんもね、今年勝ちたいですよね。ずっと決定戦出てて、うん、4連続とか出てたんじゃないですか昔、はい、ね、それでね、最近は結構負けてますからね、リーグ戦は、うんうん、そろそろ行きたいですよね。そのためにね、あの田の内などとこう MT 研究ね、そうやってますよね、はい、あなたを倒すために立ち上げた、はい、あ、そうなんですね、はい、僕をね、いや、それそうです。だってジャオになるってことは浅井さんを倒すってことですよ、ね、イコールですよ、それは。そうですね、このままじゃということで、はいはい、復権するんだという。なるほど。田の内翼さんはそのキムさんのこと昔飼ってた人と言ってましたね。そうです、言ってましたからね、はっきりと昔飼ってた人はすごい、本当に。別に何とは言わないですけど、すごい、本当に昔飼ってた人は、それはすごいよ。もう絶対言えないもん、俺怖くて。さあ、ここで頼むチートイデですね、これは。はい、来ましょう、これは、はい、これはすごいよ。キムさんはね、いい人だからね、いいですけどね。そうだね、ちょっとぶん殴ったとしても、ちょっと頼むさん悪い可能性だみたいな話ですからね、これは。そうだね、そうなっちゃう、それはもう、本当悪いけど、うん、そうね、でもコメントも来てますよ。解説めちゃめちゃついてて雑な人に変わったのかと。田内さんからするとね、はい、はい、そういう感じになってきますから。でもね、やっぱ怒られないのもね、人徳ですよね、田内さん。田内が怒られたいね、はい、僕も全然怒んないですよ。さあ、渋川ここ選択で、さあ、カンウーピンでリーチはせず。そうですね、ちょっとリーのみの倍一のカンちゃんはちょっと打ちづらいですかね。じゃあ何で打てるんだって話になってくるんですよね、はい、さあ、これでキムがテンパイして間違い換算ピン、うんうん、であれば、これはですね、あ、これは、これはもうね、あれなんですよ、見えないローソーとか持ってきて、6チッパーとか見えないローソー、はい、いや、手にないじゃないですか、手にないドラとかローソー持ってきて、6、7、8、3色に切り替えるとか、3案引いてきて1通に切り替えるとか、うん、そっちの変化狙ってますね。そう、で、仮に積もっても OK ですと。そうか、まあ、ドラが小さそうなんで、うん、6、7、7、8、9とか、そうそう、自然に残せるじゃないですか、うんうん、じゃあテンパイ外す気は結構まんま結構あると思います、はい、3案引き、ローソー小さそう引きとかはかなり外しやすいですね、はい、いい両面になったらどうするんですか。例えばチーフィン引きとか、それはリーチしてもいいかな、そっちも狙ってますね。確かにウッパーピンかなり渋川さん目線では枠よく見えるんで、なるほど、まあ、実際ここ取れてたんですけど、うん、リーチするかもしれないですね。なるほど、うん、とにかく何かしらね、変化を探してるって感じ、はい、さあ、でもここでね、サブローピンに変化してて、ここはスライドはしなかったですね、うん、そう、これで、でもこれだと9ピンっておくと3ピンで面単ピンになるんですよね。はあ。だから9ピン切っておくとウーアンとかもあるし、うんうん、しかもまあ両ピン数ピンでも役つきますもんね。そうですね、いろいろありますね、うん、でキムさんには数ピンも通ったんで、渋川さんは比較的安牌で構成されてますと。さあ、3はあんこになりまして、一応町も変えることができますが、両面の方が良さそうか、うん、まあ、ローアン切るか3アン積もから切るかとか考えてるんでしょうね、うん、見え方的な話ですね。今通った牌がとあのリセットできるんで、でも積も切りましたね、うん、てかね、サブローペめちゃくちゃいいんですよね。6枚山じゃないですかね。え、渋川さんと堀さんが持ってるだけってこと？ああ、そうか、渋川堀、ごめんなさい、渋川堀、あ、五山ですね、五山ですね、バニー、え、でリーチ来た。そして田の内からチートイツのリーチがかかりました。町が白炭機、白は二山か、はい、バニー1枚出てるだけ、誰も持ってない。さあ、これいけるの、キム、キーチーか、この9番は。いやただ7、8、9は9ピンが3枚見えてる、ワンチャンス、いや、なってないか。でも初飲みなんですよね。で、じゃあ俺9番で打った時ね、とんでもない出てきそう。上に寄ってるんですよ、ちょっと捨て牌が。ああ、なるほどなるほど。真ん中バラバラ切ってて。そう、真ん中ばってて、まあ端に寄ってるんで、リーチ三色ドラとか出てきたら嫌ですよね。降りたらやっぱりそういうことですね。打った時の打点が高すぎると。ただウーピンスーピンを選んだんで、うん、9番くっつけてまだ。普通に粘れますよと、うん、渋川さんドラ引いてちょっと狙い通りになってきましたよ。あー、なるほどなるほど、はい、ローソーパーソーで倍番ですよ、うん、渋川ね、本
と打点見ますからね、バイマンスって裏一バイマンなんだけど、まあ一発とかもありますし、はい、他バイマンとシーズンもリーチしてるんだけど、はい、さあここで噂のローソンを引いてきて、スーピンはただこう渋川に通ったんですよね、うん、あ渋川さんこれやる気下がったね、ローソン3枚見ちゃったよ、だいぶやる気下がった、これいいピンとかも打ち、いや渋川さんも同じさっき言ったキムさんの同じ思考になってて、うん、要は9ピンとかいい結構危ないんですよ、でも数ピン切れてますよ、そうだからいいピンなんですよね、はい、まあ、でもローソン引いたら行かざるを得ないでしょうね、ローソンはいるいるね、1枚1枚いるんですよ、まあ、パーソー引きも行くか、はい、じゃあ急走引きは急走引きはきついんじゃねえかパーソー2枚見えてるんですけど、パーソー逃がるか、一応のでもまあラス目、いや親降りてそう、うん、まあ行く理由はあるね、理由だけはあるけど、はい、理由だけで行けんのか、うわさ、これ行こう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 、これは絶対行く、はい、いつものリーチモーション、また6球走1枚行くか、ローソーが、ローソー1枚、球走は3、あれ球走って堀が1枚持ってて4だ、4対2、はい、約分したら2対1だ、いける、はい、2対1だ、約分いりますそれ2対1、はい、約分すれば4対2か、うん、でもローソーだもんね、一番欲しいのは、そうですね、ローソー一発もバイマンだよ、さあどうだ、言わん、さあこれはもうローソーなんて引いてきた日には田の内ちょっと発狂しちゃいますよ、はい、渋川さんカンウーピンテンパイからね、うん、僕の言った最終形に本当にたどり着きましたね、しっかりと叶え願えば叶うもんですね、もうリーチ打たなければね、この変化、ね、捉えられるんですよ、さあそしてキムは何が通るの、えこれ意外と手詰まってる、数腕が田の内現物、渋川の中筋、うーん数腕かな、中筋か、イーソーは渋川に現物だが田の内さんには危ないというかね、打った時に1とか危ないんですよね、田の内さんに、あのなんか通る通んないじゃなくて当たった時が高すぎ、高いイメージ、ローソー、ローソー裏一番今だ、どうだ、リーチツも単葉ピング3色、バラはすげえ4000、8000の上がり、素晴らしい上がりだこれは、さあこれはいいもん見たね、いやこれ300、500ウーピン積もっちゃってたらもうね、この場合はなかったっすから、スッてウーピン引いちゃったらね、うん、いやすごバージョンスリアロチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます、バージョンに関する動画をほぼ毎日アップしています、チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローなどお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。